今ですね、日本酒も非常に世界的に注目されていてですね、一体なぜ日本酒そんなに人気なのか、そんなに素晴らしいとされているのかっていうお話をちょっとしようと思います。で、実は僕はその日本酒造組合っていうお酒作ってる蔵の組合があって、そこからですね、酒侍というですね、国際的なお酒のアンバサダーの肩書きの助任をもらっていて、で結構海外で日本酒のレクチャーをすることが多いんですね。でその中で分かってきた日本酒の面白さっていうことをちょっと話そうかなと思ってます。日本酒は皆さん飲んだことありますかね。なんか大学生ぐらいだとあんまりいいイメージないかなとも思うんですけど、ちょっとなんか甘くてなんかこう二日酔いするみたいなね、ベタベタしてみたいな、まあ、ちょっと一昔前のイメージあるんですけれども、日本酒自体はですね、非常に歴史のあるですね、かなり洗練されたお酒で、もちろんスーパーでめっちゃなんかこう紙パックとかで売っててめちゃくちゃ安い1000円とかで売ってるやつもあるんですけど、今非常に嗜好品として飲まれているのはワインのようにですね、もう少し高級で、地域の小さな蔵元がですね、こだわりを作って、こだわりを持って作っているものが大半です。で日本酒、そうするとやっぱりワインみたいな存在感になってきてるわけなんですけど、ちょっとワインと比較しながら日本酒って何が面白いのか、何が特徴があるのかっていうことを見ていきたいと思います。でまずですね、お酒というものはどうできるかっていうところから話しますね。お酒って、どういう理屈でできるのかというと、活躍する微生物は酵母という菌です。でこの酵母という菌は、糖分を食べてアルコールに変換するっていうことをやる菌です。で、なので、まあ、甘いものでしかも酵母って、酸素がない場所を好むので基本的に液体の中で働きます。つまり甘いジュースに酵母が働くと大体お酒になるっていう理屈になるんですね。でその中で、今最もお酒の中で有名なものは2つで、ワインとビールなんですけど、この2つは理屈実は結構一緒です。ただ、味わいが違ってくるのは原料の特性になってくるんですね。でワインが、今主要なお酒の中では最も単純で、ワインっていうのはその原料はブドウジュースだけです。ブドウジュース基本だけで、ブドウジュースって当然なんですけど糖分の塊ですよね。ブドウの糖分のが塊 でそこに要はブドウを、昔はブドウを潰して絞ってそれを、桶の中に入れてほっとくとブクブク発酵してワインになるっていうのが一番最初の作り方なんですね。でブドウの皮に酵母っていう菌がくっついてるんですよ。で潰すとその皮についている酵母が液体の中に入って、その液体の中にある糖分を消費して食べて、でそこの中でそのエネルギーを、その糖分を食べたエネルギーを使って増殖して、でその時にまあうんちとかおしっこみたいな形でそのアルコールっていうものを作って、でそれが糖分と置き換えられていく。でその結果ワインってあんまり甘くないですよね、まあ、甘いワインもあるけど本格的なワインって甘くない。それはなぜ甘くないかっていうと、その甘さはすでに酵母が食べちゃったからなんですね。で甘さを食べる代わりにアルコールに変換して出しているので、酔っ払うというのが、基本的なワインの考え方です。で一つ面白いのが、酵母って結構繊細な菌で、他の菌との競争に必ずしも勝てるわけではないので、酵母が優先的に働けるような何かの仕掛けがいるんですね。で、ワインの場合はそれが酸です。で、ブドウというのはただ甘いだけじゃなくて酸っぱいですよね。でこの、酸っぱさっていうのが、酵母のボディーガードになるので、この酸っぱいことがワインにとってすごい重要なんですね。なんでワインって出来上がるのって、特に白ワインとかは分かりやすいですけど、酸っぱくてアルコール感があってほんのり甘いみたいな、ああいう味わいになる。あれは酵母をうまく生かすためにできたバランスですね。でもう一方じゃあビール何かっていうと、ビールは今度は
温めた麦茶みたいなのが原点なんですね。で麦自体には糖分ないんですけど、麦、大麦って、お湯の中に入れておくと発芽するんですね。で発芽して、子供を育てるために自分自身の栄養素を分解して糖分を作っていくんです。だから温めた 麦茶っていうのは甘くなっていくんですね。でその甘さを利用して、酵母をくっつけて、ビールにしていくんですけれども、ブドウと比べた時に麦の方がその蓄積される糖分が少ないので、ビールの方がアルコール度数が低いんですね。 で麦には酸がない、酸っぱさがないので、何かしらまた酵母が優先的に増殖してって悪い菌を抑えていくような仕掛けが必要になるんですけど、それがホップですね。でホップはそういう他の雑菌をこう蹴散らしていくような力があるんですけど、そういうものをうまく使って酵母を守っていくという、考え方でできるので、実はそのワインもビールも同じことを、要は何とかして何かで弱い酵母を守ってそいつを選択的に増殖させて糖分をアルコールに変えるってことをやってるんですけど、アプローチが違うので味が全然違うっていう形になってくるんです。さてじゃあ日本酒はどうかという話なんですよ。で日本酒の原料は米です。で、原料は伝統的には米だけです。米と水だけです。でじゃあどういう理屈でできるのかっていうと、米には糖分ないんですね。麦と一緒です。大麦と一緒で糖分ないので、で、お湯で、お湯の中に入れても甘くならないんですよ、米は。まあ、なんか美味しくはなるけど甘くはならないと。で、じゃあどうするかっていう時に、またビールとも違う方法論があって、それが、カビをつける麹菌という、まさに僕の専門なんですけど、麹カビという特殊なカビをお米にくっつけていくんですね。蒸したお米にカビをくっつける。でそうすると、そのカビがですね、米の中のでんぷんをですね分解して糖分にしちゃうんですね。でそうすると米粒がブドウのようになっていくんですね。でこれが、これを麹と言います。でこの麹というのが日本酒の原点になっていきます。ワインはもうすでにブドウの中に糖分があるので、ブドウジュースにすればそのまま酵母が働ける、一番シンプルで、麦の場合は麦自体には糖分ないんだけど、あったかい液体の中に入れて発芽させると糖分ができていく、これで解決で、日本酒の場合はもうちょっと手が込んでいて、お米を一回蒸して、その蒸したお米に特殊なカビをつけることによって、そのカビの作用によってそのお米のでんぷん質を糖分に変えるっていう、ちょっと最初からもう微生物をも使って発酵の力を使っちゃうという結構特殊なことをします。でそれはなぜできるのかっていうと、日本にそういうことができるカビが住んでるからですね。少なくともメソポタミアとかにはいなかったわけですね。でなんでそのカビを使っていきますと。で次に日本酒は麹を作った後何作るかっていうと甘酒を作ります。で甘酒っていうのは、そのちょっとビールに似てるんですけど、その麹になった米をあったかいお湯につけていくとですね、お米の中のでんぷん質がですね糖分に変わって、すごい甘いおかゆみたいになるんですね。甘いジュースみたいになっていくと。でこれが、ほとんどブドウジュースみたいな役割を果たすわけですよね。だからジュースになってるので、でここに、酵母を入れてあげると、その麹が作った糖分が、アルコールに変換されてお酒になるっていう理屈なんですよ。で、まあ、これが基本です。なんで、ワインとかビールと違うのは、日本酒の場合はその、使う微生物が一種類だけじゃなくて、まず最初に麹をかませて、で麹をかますことによってお米から本来なかったその糖分を作り出して、その糖分を酵母に食べさせるっていうことをするんですね。だからもうこの段階でもうすでに微生物が2種類かかってるんですよ。でさっきの、ワインとビールの話を思い出してほしいんですけど、酵母が増えるためにはボディーガードがいるっていう話をしましたよね。でこのボディーガード、酸味あるいはなんかこう殺菌剤みたいなやつどうするっていう話で、日本人がたどり着いたのが変わっててですね、お米にヨーグルトみたいな乳酸菌っていう酸っぱくする菌がいるんですけど、
お米の中に乳酸菌入れてお米を酸っぱくしようって考えたんですよね。で、なんでそのお米にさらに乳酸菌を作って酸っぱいお米を作り麹と混ぜ、そこで酸っぱい甘酒を作ってブドウジュース状態にしてお酒にするっていう結構とんでもない理屈を考え出して生まれたのが日本酒です。だから微生物が少なくとも3種類関与していて、主には本当はもっといろいろ関与してるんですけど、最初に麹菌で、次に乳酸菌で、さらに最後に酵母菌、酵母っていう3つの菌をバトンリレーしながら作っていくっていうのが日本酒の特徴です。すごい技術ですよね。これね、もともとは最初からこんなに綺麗にできてたわけじゃなくて、単純に甘酒を作るっていうのは昔から知られてたんですね。麹を作ってそれをこう温めておくとすごい甘い、当時もう昔の古代日本まだ砂糖なかったんで甘いもん貴重だったんでしょうね。お米と麹カビを組み合わせると甘いおかゆみたいのできるぞって言って飲んでたんですけど、たまたまその甘酒に乳酸菌が入って酸っぱくなっちゃったと。酸っぱくなって、うわ酸っぱくなっちゃったなって言って、さらにほっといたらなんかブクブクしてきて、あこれ酒じゃねえか、なんか飲んだら気持ちいいなみたいな感じになってきたっていうのが、おそらくは一番最初の日本酒で、それもちょっと昔のね、播磨の国風土記っていう文献にそういうようなことが残ってます。神様にお供えしていた米が梅雨の時にしけって酒になったっていうことが書いてあって、それが美味しかったっていう話があるんですけど、最初は多分偶然できたんですね。で、その偶然できたのがちょっとずつレシピ化されていって、次に日本酒になる前段階、なんか日本酒バージョン 0.1 みたいなやつがあって、それがですねドブロクと言います。で俺も聞いたことあると思うんですけど、ドブロクは甘酒をほっといたやつですね。さっき言ったやつ、甘酒の甘い部分が酵母が、その辺についてる野生の酵母が入ってブクブクして、お酒っぽくなってったっていうのがドブロクといって、古代にもこのドブロクっていう文献があって、ドブロク、濁酒とかって濁った酒って書くんですけど、濁酒っていう記述があって、室町のね、室町時代ぐらいまで結構作られてるんですよ。で武士とかも結構飲んでいるんですが、このドブロクは実は日本オリジナルじゃないんですね。で、今でもこのドブロクめっちゃ飲んでる国ありまして、それがお隣の韓国ですね。韓国にマッコリというお酒があるんですが、これはほぼほぼドブロクです。ほぼ一緒理屈だから、日本酒を語る時に日本独自ですっていう語り口ってすごい多いんですけど、僕は半分正解で半分間違いだと思ってるんですね。日本酒の前身であるこのドブロクまでは、東アジアに広く分布していて、この間インドでも見つけました。インドでも飲まれていますこのドブロクというのは。だから、カビを使った発酵技術を持っている国では大概このプレ日本酒ぐらいまでの技術はみんな飲んでるんですけれども、だからそういう意味で言うとこう、ね、いろんな菌を混ぜ合わせてこうブクブク濁った甘酸っぱいお酒を飲むっていうのはなんか広く見られる。なんですが、今日本酒って言って飲まれてるものは濁ってもいないし甘酸っぱくもないし、もっとクリアな味をしている。でこういうお酒は日本にしかないです。で、じゃあそれがどうしてドブロク、そうパンアジア的なドブロクから日本酒になったのかっていうのは、実は、日本の主に江戸時代なんですけど、日本がその、アジアの中でいち早く近代に突入していったっていう歴史的な背景が、そこにすごい関わっています。ここから技術的な話っていうよりは少し歴史的な話をしていきたいと思います。それまでは寺とかあれ神社とか一部のところの手作りだったドブロク作りがですねビジネス化していきます。でこれ酒をもうちょっと大量に作れるようにして家計の足しにしよっかっていう風になってったらしいんですね。なんか僕びっくりしちゃったんですけど、その話聞いて商品性デザイン性のむちゃくちゃ高い
あの酒が完成します。でこの時に日本酒があの他のどの国にも存在していない独自のものとして完璧に位置づけられるという、あのこの奈良の日本酒についてはもう完璧あのデザインマスプロダクトで、まあアップルのあのパソコンとかなんかガジェットみたいなもんだと思っていて、すごい芸術性も高いんだけど何百万台とかも作れるみたいな。でここまで来てようやく世界って変わるじゃないですか。で日本酒ってそれやってるんですよね。